収容時初期の SCP-1930。 アイテム番号 SCP-1930。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1930 はサイト19内にある標準的なセーフクラス用ロッカーに保管されています。実験は D クラス人員を用いてのみ行うことが許可されます。SCP-1930 のロッカーにデジタル式の録音機を設置して、異常な音声の有無を24時間前に確認します。分析のために結果は研究員宛に送付されます。説明 SCP-1930 は擦り切れた金属製の救急箱で、第二次世界大戦中の1944年頃に製造されたアメリカ陸軍向けの救急箱と同じタイプです。SCP-1930 には箱底面の傷、さらに何も入っていなくても異常に重い、約 23kg、という特性により他の救急箱と区別できます。SCP-1930 の蓋を開けると、あらゆる光を吸収する黒色物質でできた内表面が見えます。当該物質を採取、もしくは当該物質に傷をつける試験は全て失敗しており、分光学的な分析でもその正体は不明です。SCP-1930 が平坦な場所に置かれて、負傷した被験者が近くにいる場合、一本あるいは複数本の痩せ衰えた腕が黒色のない表面から出現し、被験者を治療しようと試みます。治療の内容は、基本的な応急処置から複雑な手術まで様々です。腕はどのような医療器具、医療装置も適切に使用します。腕は、処置が完了するとすぐに SCP-1930 内に引っ込みます。SCP-1930 による処置は、常に効果的とは限りませんが、通常は医学的に妥当なものです。腕には律動性あるいは痙攣性運動をする傾向があり、特に侵襲的な外科手術のように繊細な処置は、深刻な副次的外傷をもたらし被験者にとって有害な結果となることが多くあります。SCP-1930 は、編集済み、近郊の、閉鎖が決まった、編集済み、医療センターの地下室で発見されました。解体作業に従事していた労働者が SCP-1930 を発見、その際に SCP-1930 が活動状態となり、労働者の腕にあった軽微な切り傷を治療しようとしました。目撃者はクラス A の記憶処理を施された後に解放されました。ホイ1930、一特筆すべき実験記録。被験者 D3414、日付、基地の問題腕の骨折、提供された器具応急処置及び外傷処置キット一式。結果 SCP-1930 は折れた腕に添え木を当てました。被験者は包帯がきつすぎると苦情を申し出ました。腕の血液循環が阻害されたため、その後もう一度処置をやり直す必要がありました。被験者 D3551、日付、基地の問題規約部の重装、治癒後継。提供された器具応急処置及び外傷処置キット一式。結果 SCP-1930 は銃弾を摘出しましたが、処置中に周囲の組織をひどく傷つけました。被験者には明らかな破口の傾向が見られるようになりました。被験者 D3559、日付、基地の問題一般的な風邪、提供された器具応急処置及び外傷処置キット一式。結果 SCP-1930 は被験者の腹部を外科用メスにて切開し、深刻な外傷とない出血を引き起こしつつ、何らかの部位を除去しようとしました。処置が終わる前に被験者は死亡しました。その後の検視の結果、診察で見落とされていた悪性腫瘍が被験者の肝臓に発見されました。観察者による補足 D3559 が死亡した後、強制的に箱の中に引き込まれるまでの間、SCP-1930 の腕は外科用メスで手首を切ろうとしているように見えました。被験者 D4819、日付、基地の問題肌荒れ、提供された器具応急処置及び外傷処置キット一式。結果 SCP-1930 は叫び声のような大きな音を発し、被験者が死亡するまで複数の鋭利な器具で被験者を繰り返し刺しました。その後の検視では被験者に異常は見つかりませんでした。観察者による補足被験者の犯歴を調査した結果、収監される以前の D4819 は外科医で、医療処置中の女性2人に対する殺人罪で有罪となっていたことがわかりました。ホイ1930、2インシデントレポート。の実験後に、博士が録音状態のボイスレコーダーをうっかりと SCP-1930 のすぐ横に放置しました。
その後の検査で、ボイスレコーダーが異常な音声を録音していることが判明しました。ごく近い範囲でデジタル録音を行えば、人の聴覚では捉えられない音声を拾うことが可能です。これは引き続き行われた実験で確認されています。現在までに SCP-1930 の近傍で捉えられた音声の例。男性がすすり泣く声、爪で金属表面を擦った時のような引っかき音、軽く物を打つ、叩く音、不明瞭な男性のつぶやき声、申し訳ない。ここから出してくれ、